はいどうも、サオでございます。で、今回はね、フェレスの降臨が来てます。で、性能見る限り、割とね、なんか強そうに見えるんですが、まあ、次回の、降臨の、適性になるんだと思いますので、まあ、今のうちに、育てていくのもいいかなって思います。で、貫通ですね。それでは見ていきましょう。で、今回は、レジボムとレジスパイクが、必須になってます。で、あと編集今回なしなんで、次にやる生放送の準備しなきゃいけないんで、まあ、パパッとやります。で、今回は、レジボム、レジスパイクが必要ってなっていくと、やっぱり、ラメール君が強いのかなって思います。あと、ヒナ、銀次あたりですね。で、ルレッタは、完全に適性が他に僕持ってなかったので、まあ、しょうがないかなって感じで、ルネッタ入ってますね。マルチだと多分蹴られるんで、まあ、ルネッタはやめといてください。まあ、最悪スパイクがあれば大丈夫ですね。ボムそんな痛くはない。あった方がいいって感じ。で、今回はトラップに気をつけてください。で、挟まると7000くらいますね。ヒナの場合。で、あとは銀次の場合5000くらい。多分闇属性なのかな、このレーザー自体が。で、まあ、モンスターやってた人は、深淵の塔じゃねえや。塔の山竹の貝の感じですね。まあ、このトラップのマークの方向に、レーザーが飛んできます。まあ、これ初見プレイなんでね、適当にやってますけれど。まあ、意外と一面は別に挟まってくれやしてもいいかなって思います。まあ、そんなに、その後きつくないんで。とりあえず、まあ、挟まると危険な時があるよっていう感じですね。今回の降臨は。で、その方向、レーザーの方向は、このトラップマークでわかると。まあ、下のゴーレムみたいなやつなら上に来るってことですね。で、上のゴーレムみたいなやつなら下に来るって感じです。まあ、なので、味方がね、その方向に密集してるときにそのキャラを、そのトラップのキャラを倒すと大変なことになると。で、マルチでは多分煽られてしまうと。こういう風にね、これがいけないプレイですね。まあ、初見なんでこんな感じでやってます。ただですよ。まあ、言うてクリアはできますね。ソロならね。マルチだと意思疎通ないときつくなってくるかもしれない。まあ、意外と初見プレイの何も考えてなさってね、強かったりするんで、まあ、今回はね、一応クリアしてます。あんま挟まるの良くないですね。これ7000円食らってますからね。で、これ横に来るんで、まあ、とりあえずルネッタ上でシュッシュと。これね、レジスパイクないんでね、こんな感じになってます。まあだからね、ヒナ、銀次、ラメールとかがいい気がしますね。ただヒナを使う場合は結構気をつけないと、火ダメがやばいと。まあ、HP 多いうちはガンガン攻撃してもいいかもしれない。結果的に火ダメージ減少につながる可能性もあるので、まあ、時と場合を見てって感じですね。ただ、まあ、超級じゃないのにしては意外と難しかったりする。この拡散弾も結構痛いですね。言っちゃうんだよね、この。ドクロの位置にシューって吸い込まれていくのは何なんですかね。さあさあさあ。とりあえず上の狐みたいなやつは、レジスパイク出すので、まあ、もしスパイク持ち、じゃないやつを連れている場合は、まあ、狐みたいなやつをささっと倒すのも良いかもしれませんと。いや、良くないプレイだな、これ。大丈夫ですかね。ギリギリで、しかも、この HP 回復を取り忘れてるんですよね、これ。電車で撮ってるんですけど。はい。あんまり良くない。けど、まあ、なんとかなってますね。まあ、この積み重なっていくと痛いレーザーって感じですね。さ、ここもね、挟まってくれよみたいな感じでいるんだけど、意外とここは、挟まったところにダメージが来ないようになってるんで、まあ、例えば今、ルネッタがいるところに挟まったとしても、その挟まった人ダメージ受けないんで、ここはね、挟まっていいっぽいですね。銀次のこのパワーアップとかは、早めに使った方がいいんですかね。銀次あんま使ったことないんですよね。さあ、ラメールがかなりいいと。で、グラフィティは、まあ一応相手水だから、
なんか半減かなんかされるのかなと思って、アヌビスにしてるんですが、まあ、ぶっちゃけのところ、火の方が強そうな気もしなくもない。はい。まあ、ここはね、挟まってクリアできるんで、なんともないんですけど、やっぱ、ボス1、2が、ん ?2、3か。ボス2面、3面が割とだるいんですよね。だから、まあ、ハンタースキルは、やばかったら使っていけばいいと。で、まあ、ラメールがね、本当に、救済マンなんで、遅延しとけば、大抵の敵は動かなくなるぜっていう、ね、まあ、文字通り強力ですね。はい。で、ボス1はこんな感じ。問題ボス2ですよ。ここでね、ほんとルネッタが邪魔になってくるんですけど、まあ、一応メテオは強いんで、まあ、最後まで連れていけば、意外と活躍したりするんですけど、まあ、ここね、ここがボスの横のやつ、またね、左右にね、レーザー撃ってくるように、調整されてますよね。銀次の位置悪いな。もう事故で倒しちゃうのが一番ね、レーザーって怖いんで、このトラップ式の。だから意外とマルチ向きじゃないのかもしれないよね、今回は。電話しながらやるとかだったらいいんですけど。これ結構野良でやるとイライラしてしまうかもしれないですね。性格が歪んでいくかもしれない。次の降臨に使えればいいですけどね、こいつ。ということで、なんかやばそうだったんで、ニャンティングします。本当にヒナ強い。強いわーと思って、ラック81まで上げてしまいました。ヒナが本当どこでもヒナって感じになってきても、アリスより、俺はいいんじゃないかなって思ってます。まあ、あんまランクマッチも僕やんないんでね。ドーン。あとです、回復やばいから回復取って。で、これが右に来るんで、チューンとね。当たっていくと。あ、そういうことか。わかった。あれだ。あれだ。銀次は半減属性だから、HP、HP じゃねえ。ダメージが抑えられてるだけだった。申し訳ないです。で、まあ、遅延使えば、なんとかなる。ラメールやばいでしょ、本当に。まあ、今回はヒーナ強えって感じで出してると思うんですけど、まあ、やっぱラメールはもう言うまでもなくって感じですね。レジスパイクレジボムっていうこの驚異的な汎用性アビリティがね、やばいと思いますよ。で、ここはね、下ゴーレムが上で、真ん中のマスキッパみたいなやつが、左右って感じか。まあ、ルネッタは、メテオはね、安定の強さ。安定の強さですね。で、とりあえず遅延できてない方のスパイクキツネを倒すと。キツネなのかは分かんないですけどね。で、銀次はね、これちょっと若干使うの遅かったのかもしれないんですけど、まあ、いい感じにここ横ではまれると思ったんで、パワーアップしてから、横にはまりに行きました。って感じですね。まあだから、まあ、とりあえずレジスパイクとレジボムにして、まあ、倒す順序を間違えないようにすればクリアできるので、まあ意外とソロ向きかなーって思う。クエストになってます。はい。まあ、今度ね、このフェーレスちゃんでしたっけが、次の降臨で使えれば、その時に、また、動画出したいと思います。本当ね、今回は、割と適当ですが、こんな感じで、新規降臨攻略動画とさせていただきます。最後にね、ガチャ。今回もチケット式なので、チケットで引いていきますと。まあ、こっからね、あの子が出れば、3つ、この玉、顔が入っている玉が3つゲットできるので、まあ、意外と効率良かったりしますと。はい。というわけで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。